そして、杉田さんと花澤さんの2号室チームと、さあ2号室チームだけ何かチームワークが一切感じられない空気が漂っておりますけれどもさん、本当今日席順良かったね、そこで最高だね僕も彼と付き合い長いですけど、はい、こんな穏やかな彼を見たのは久しぶりですね中村さんでも見たことがない、ここのとこいいことなかったからさそうだな、今日幸せそうだよ、お前まったくだよってことで杉田さんは深夜枠綺麗なやめてください。なんて言ったんですか、今なんだよ今ちょっと本当ね、最近杉田さんちょっと様子おかしくてアニメでアドリブをやってくれって言われたらこの放送何時でしたっけみたいなこと言い始めて時間によってアドリブ変えるのやめてくれ。それそれ本当に実話だからやめてくれよやめてよそれ俺なりに気使ってんだよこれでもすみません、花澤さんと日高さんは怒っていいですよ、これに関しては確実に。では出てきていただきたいと思います。2号室のお二人、花澤さんと杉田さんなんですけれども、花澤さん、やりたくなかったら拒否というのもありらしいんですけど今日、いやいやいややりますか。私ほど杉田さんを知っている、そっちに行くか。一緒でやったラジオ聞いてもらえば分かるんですけど結構盛り上がってるもっと止まると思ったの、会話いや、タフだよ、この人はタフさに対する評価が下りました。じゃあ今度はまずは杉田さんが花澤さんのプロフィールを当てていただきたいと思います。よし、やってみよう。なんでしょう、このにじみ出る変態な感じっていうのは何なんだろう。よし、じゃあそれでは行きましょう。2号室チーム、杉田さんが花澤さんのプロフィールを当てていただきたいと思います。60秒スタート。出身地は東京。あ、正解。誕生月は2月。正解なんか怖いですよ、なんか怖いです。正解しても怖いんですけど。血液型は AB 型。正解。苦手な食べ物はうなぎ。あ、正解。残念ながら正解。かつて行ったことのある国。香港。あ、正解。怖いんですけど。苦手だった学校の科目は体育。正解。一番好きなラーメンの味は味噌。あ、不正解。正解。今一番欲しいものは休み正解。お最近ハマっているものはマネージャー松岡をお父さんと呼ぶもうこれ映像残っちゃうんですから。なんと驚異の6問正解でございます。すごい。すげえ。ちょっと怖いものすごいですけど、ちょっと狂気じみたものを見ました。僕ら今多分ビューイングしてる方たちはガクブルなんじゃないかなと。ガクブルですね。 DVD とかブルーレイになるんですが、そこで、花澤さんと杉田さんが鞭で叩いたり叩かれたりするというですね、話がこの中でございました。気持ちよかったです笑顔、ものすごい笑顔。花田さん、でもね、この笑顔なかなか出ないよ今日一本当に幸せなんだろうね